今日は副題がついておりまして、長崎にあって哲学する3つの出会いを中心にという、そういう副題をつけております。3つの出会いというのは、時代との出会い、人々との出会い、そして主題との出会いという、そういう3つであります。それで振り返ってみますと、1973年にここに書いてありますように、知的ロープウェイに乗って長崎へと私は言います。知的ロープウェイというのは、あの村上川の淵神社のところから稲佐山まで333メートルということですけど、ロープウェイがつながったよね。それに乗って稲佐山の山頂に行くように、私は東京の一橋大学の石田忠社会学の専攻ですが、社会調査室です。彼のところから長崎の、当時は長崎造船大学と言っておりましたけれども、雲仙岳が、阿波浜を越えて雲仙岳、そして噴火も見えるという、そういうところに位置している、長崎の発展からすれば辺境の地にある大学ですけれども、そこの長崎の証言の編集長である鎌田貞夫先生のお部屋に電話がついている。その東京と長崎の間につながれた知的ロープウェイに伝わって、私は長崎に赴任したというのです。鎌田先生は、石田先生が、1965年の戦後20年目に初めて、厚生省が原爆被害者の調査を初めて実施した、戦後20年ですね、65年ですから。その調査の3人の学者の一人として、石田先生は参加されて、石田先生は長崎を担当されました。それで そういう件で当時もう60年代の後半になると、1969年には長崎の証言が発足しますね。あの最初の石号は薄い冊子体です。70年から大きな今のような色彩のあるね、あの本になりましたけれども、その67年の調査に石田先生が参加されたことから、鎌田さんと石田先生のつながりができて、調査が人を結びつけるんですね、離れていた。それで、鎌田さんは長崎造船大学の、哲学とドイツ語の教師が求めていると、先生のところに良い人はいないかということなんです。でそれは、あの小さな大学だから哲学とドイツ語を教えるなんていうことができるんですね。東京大学だったらそんなことが、あのできる人は多分いないだろうと思うんですけど、都立西高等学校というのが、あります。これはあの原水爆禁止運動の発祥の地、杉並区にあるんですね。そこで都立西高というところで社会科の教師をしました。それは大学院生でドクターコースになると、あの高等学校で教えるんですね。その時はあの東京大学の方からも東大の方からも、日本史の人とそれから倫理の人があの非常勤講師をしていました。それであのこの話は短く切り上げますけれども、あの都立西高で私はあの原爆と平和に関するアンケート調査を行ったのです。政治経済という科目の中 でその授業の中では家永三郎先生の、大きなその戦争責任に関する書物を、テクストとして夏休みの読書課題として、こんなに厚い本をですね、読書課題に出した。で学生たちはそれを読んで、3年間で一番印象に残るのは家永三郎先生のその戦争責任という名前だったでしょうか、それを読んだことだというふうに言うことがありました。それで、そういう西高の、都立西高の生徒は、あのクラスに行きますと全員が東大に受験だけはするんですね。最初から早稲田とか慶応に行く人もいるけど、全員が東大を名目だけでもすると、メンツからするという、そういうところでした。そこで私は政治経済の科目をあのやったんですけども、
言ったことをすごく吸収するんですね。ですから教えてる側とすれば、あの教科書に載ってるようなこととか古いことをもう通用しない。それでどうしたかというと、三鷹の駅でからその西湖に行ったんですけども、三鷹の駅で降りて、あの本屋さんに寄って、で適当な本がない本を買って、適当な本が来週の講義に役立つ適当な本がないときは図書館まで寄って、あの大学図書館まで寄って参考図書を、毎回毎回そういう繰り返しですよ。それぐらい学生たちは、生徒たちは非常にこう吸収力があるというか、本当に貪るように吸収するんですね。でそういうところで私は家永三郎先生の、戦争責任とか、その他 あのヨーロッパの歴史に関することなんかも読書課題として出しました。それで、そういう経験があって、その学年末、つまり、1970年と71年にドクターコースの1年2年だった。3年もは、まあ、就職のためにもあって論文も書かなければいけないということで、それであの3年目は遠慮したんですけど、つまり1971年の政治経済の授業は最後ですから、アンケート調査を取りました。でアンケート調査を取って、原爆と平和の教育という名前で、あの今日でもインターネットで見ることができます。高橋真嗣で、原爆と平和のための教育という言葉を入れたら、あのそれを読むことができる。で院生の雑誌に4回にわたってそれを掲載しました。そして最後の2編は、私は長崎に赴任してからも、あの一橋大学院生 の起用に出たんですね。そんなことがあって、その都立西高での、あの実践報告を、あの B4 の大判ですね、 B4 のそれを縦に置いて横書きで、当時はガリ版です、ガリ版を社会科教員研究室でずっと、それで当時はあのちょうど私があのそれを執筆している間に、浅間山荘事件という大変悲惨な事件がありましたね。それをラジオで聞きながら、あの教員研究室でですね、あの鉄筆を握っておりました。そういうことがあって、それをまとまったところで一橋の大学の石田先生のところに持ってって、こんなものを作りましたということで、一つの教育実践ですね。それが私と石田先生を結びつける最初の絆になるんです。石田先生は大変な恩願で、心が広くて、私のそれを頬と言って、微笑みとともにそれを受け取ってくださった。それから高橋君、私 あのゼミで被爆者問題研究会をやってるから、それに参加するようになさい。そしてその年の学れて春になったら、あの先生は長崎に調査に、浜谷さんという後教授に、社会学の教授になる方、浜谷正治さん、それから栗原芳恵さん、ご存知の方もたくさんおられるでしょう。そういう人と一緒に私もあの長崎に調査に来ました。で石田先生 あの書物の中には調査員として私の名前も入ってるんですね。そういう機縁があって、石田先生のところに哲学とドイツ語の講師が欲しいと言われた時、石田さんは高橋君どうですかというふうに聞かれて、私はあの二部もなくはいと答えました。それで本当にあの院生たちは就職先はなかなか決まらなくて困るんですけども、私の場合にはここに書いてある知的ループウェイに乗って長崎に本当にスムースに来ることができた。そしてそれは私が高等学校の政治経済で、原爆と平和に関するアンケート調査を行ったことから、そして私がその調査をするに至ったきっかけは、1971年と記憶しておりますが、熊本で教職員の研究集会ですね、教研集会、悪名高いと言ってもいいですけども、教研集会がありました。そこで家永三郎先生が講師に招かれて、1万1000人の
全国から集まった教師、父母1万1000人が本当にしわぶき一つない講演をなさった。私はそれに非常に感動して、そして私はその時は教職に、高等学校の教職に就いておりましたけれども、もう一回学問に打ち込みたいということで再び上京して、私はまた石田先生のところに、通うことになったのです。まあ、そんなことで長崎に来たんですけれども、ごめんなさい、ちょっと長くなりすぎました。私の学問のスタイルっていうのはですね、1のところに時代との出会いって書いてありますけども、もっと重要なことは私の学問のスタイルなんですね。学者は学会というのを作って相互の知識を交換する。で、学会活動では学会では報告者を募って報告をしてもらう。そしてシンポジウムをする。いろいろその分野の学問の前進のために、それから国際交流もあり、私は国際学会を含めていくつの学会に入っていると思いますか？多分ですね、私よりも多く入っている人はいなかったんじゃないかと思いますけど、私は全部で13の学会に入りました。13、日本哲学会に入ったのはずっと後です。私の考え方は実学で力をつけて、実証的な学問で力をつけて、それを哲学の中に、哲学って言っても観念、概念だけで勝負するっていうんじゃなくて、中身のある概念を使うときは必ず実質のある、そしてそれを説明できる、そういう責任感を伴った概念を使うという、そういうことを考えて実学の学会に入ったんですね。そうですね、日本イギリス哲学科を もうここ書き出そうと思ったけど、13を書くスペースはありませんので、日本イギリス哲学会、それからもちろん日本哲学会はずっと後の方、もう50代近くなるまで哲学会には入りませんでした。それからそうですね、啓蒙に、そうですね、経済学史学会というのなんです。経済学も近代の社会科学は経済学から始まるんですね、アダム・スミスの。そういうことで経済学史学会は水田博士という一橋を卒業したその人が指導的な役割を果たして非常に活発なものがありました。それから私の専門に非常に近いところで社会創始学会と、でその社会創始学会では私は長いこと幹事をいたしました。それで長崎でも開催して、その長崎で開催されたその時に私は長崎についての固有のテーマを発表したいということで、永井隆浦上藩再設批判という、長崎では考えられないような大胆なテーマを発表しました。そしてそれが次回のテーマになりますけれども、それは次回の楽しみということで取っておいていただきたいと思います。そういうことでですね、私の学問のスタイルは非常に幅が広いんですね。たくさんの13もの学会に入っている人、私は聞いたことがありません。そしてそれによってどういうことになるか、非常に多分野を歩き回るというか、その、長崎方言ではさるくといいますか、そういう非常に広い分野。そして私がとても学会報告をしたのは日本近代文学会というのです。そこでは私、文学の日本の文学の研究者は谷崎潤一郎とか吉行淳之介という少し柔らかい発想の人たちをですねやりました。それは私の何て言いますか、こういう弱いところを強めるって言いますかね、そういうふうな考え方もあってなんですけども、それで非常に多文化少量というのは山水に歩むという意味で小ですね、障害の小、小量、量は漁をするの量ですね、鉄砲で獲物を捕らえる、多分野少量と
言います。ちょっとここに書いておりませんけれども、つまりたくさんの分野を、自分の専門これだけだというんじゃなくて、私は近代文学会で発表を2回したことがあります。社会創始学会でも何回かコーディネーターを含めて何回も登場しました。その他日本哲学会もありましたけど、先ほど言いましたように、それは非常に抽象的な学問で、学会に出ても分野が違ったらほとんど意思疎通ができないぐらい専門化してるんですね。でいずれにしてもこの私の学問のストイルは多分非常に広い分野に入っている。だからどういうことになるかと言いますと、ここに大変きれいな、まだきれいな本としてありますけども、長崎にあって哲学する各時代の使徒性という、最初の私の長崎にあって哲学シリーズの第1巻ですね。 3冊あります。今日は横山照子さんから、持ってきてもらいましたけど、これが2冊目です。第1冊目は長崎にあって哲学する各時代の使徒性、94年に出てます。第2巻が俗長崎にあって哲学する原爆史から平和責任、これ2004年に出ております。そして3冊目が長崎にあって哲学する 3.115 の平和責任、福島原発の後のそれですね。3冊合わせて 1000ページを超えて、3冊合わせると1023ページになります。原稿用紙では2500ページですね、全体で。文字数でいくと1023人になります。50年間で、今日まで1973年から2022年まで、私は3冊の本会で書いて1万字、原稿用紙2500枚書いたということになります。大変勤勉ですね。その勤勉さは認めざるを得ないと思います。大事なことは中身だと思いますけども、その中身について申し上げます と、例えば私、自分の専攻は哲学と申し上げましたけれども、私の主張はここにあるホブス哲学と近代日本というものです。ホブスの、イギリスの哲学者のホブス、ベーコンよりも後でロックよりも前という17世紀の哲学者なんですけど、この人の本、この人の哲学が日本にこう導入されるんですけど、非常に問題を、複雑に絡んだ問題を持ってるんですね。でそれを、これは自由民権運動とかそういう人たちもいろいろ明治初期の、明治初年から10年代の民権運動が盛んな時にあります。でいろいろ研究しますけど、私がここでやったことは非常に斬新なんですね。明治維新から明治の自由民権運動の研究にとっても非常に重要な、新しい事実をたくさん捉えているのです。そして先ほどの私の分野が広かったということとつながって、この本については書評が3つの学会から出ました。大抵は1つの学会から書評が出れば十分ですけれども、私のこの本はイギリス哲学会、日本イギリス哲学会でも書評が出ました。社会創始学会でも書評が出ました。そして日本近代文学会でも書評が出ました。1冊の本に3つの書評が、3つの学会から書評が出るというのは、まれと言ってもいいでしょう。そういう私の分野が非常に広く勉強したということから、研究したということから、そういう珍しい現象も起こりました。それで、テーマに戻りますと、3つの出会いと私冒頭で言いましたけれども、3つの出会いというのは、時代との出会い、それから人々との出会い、そして主題と出会うという、この3つを
3つの出会いというふうに言っております。それで時代との出会いということになると77進歩1977年の NGO 被爆問題国際シンポジウム、これは国際的なものですから大変大規模なものでした。東京、広島、長崎で非常に多くの人たち、ノーベル賞の受賞者も3人こう集まっている記録集があり、記録集には3人の人が会話をしているシーンがあります。でその3人はいずれもノーベル賞を受賞した人だっていう、それぐらい立派な人たちが来てたんですね。その77進歩っていうのは国際的なシンポジウムですから外国人の人とも接触するんですね。でそれが後々に生きてくる。例えば木月達一郎先生、ここに書いてありますが、第一節の1ですね、77進歩の意義、シンポジウムの成功は全世界に向けて発信された。特に長崎の専門家会議、議長はアッサー・ブースさんと秋月達一郎先生です。この2人の司会の下で広島のバーバラ・レイノルズ夫人、聞いたことありますね、バーバラ・レイノルズ旦那さんが広島の文化施設の館長さんを務めて、それでバーバラ夫人がこの77進歩に参加されて、被爆者、ここにローマ字で書いてありますが、被爆者の名称を世界の共通語にしようじゃないかと、このシンポジウムの専門家会議で発言されました。この会議は当時長崎造船大学って言ってましたけども、私も参加し、皆さんの知ってる方もあるので、ひろきさんという教育学者がありました、ね、彼も参加している。秋月先生が司会をアーサーブーストされました。そこでバーバラ・レイノルズさんが広島から来て、被爆者というものが世界語になっていくのはこのシンポジウムがきっかけなんです。非常に重要な、そして今初めてそれを知ったという方もおられるかもしれませんね。すぐウェブスターアメリカ英語の権威ある辞書、ウェブスターの辞書に搭載されて、小さいものにも大きなものにも、こんな大きなのが私の書庫にありますが、被爆者という言葉が、ヒーバーチと並んで近くにあって、日本語としての英語として載っております。その場に居合わせました。そしてどういうことになったかというと、1982年すぐ出てきますけども、ニューヨークで第2回の国連軍縮特別総会がありました。秋月先生ご夫妻と私も長崎から参加しました。他にも何人かの方がで、日本からの参加者は、31名だったと記憶してますが、一つの栗原良恵さんであるとか、あるいは白石照子さん、現横山照子さんですね、もうまだ独身時代でしたから白石さんと言っておりましたけども、私たちはおてるさんおてるさんと呼んでおりましたけども、そういう方々も参加されました。それで秋月先生とバーバラ・レイノルズさんはニューヨークで再会するんです。それは77進歩から82年ですから5年ですね。そうやってシンポジウムが世界の人々と長崎の人を結びつける、そういう役割を果たしていくんですね。これがなかったらあそこに行っても初めての人で、バーバラ・レイノルズさんと秋月先生おしゃべりしている写真が朝日新聞に載っております。中間が黒になってるんですけど、実は私その場に立ってるんで、黒塗りされたのは私なんです。というのは秋月先生は英語はそんなにおできにならない、で私が通訳をして差し上げたんですけど、そういうことがありました。それで人と人とを結びつけるんですね、出来事っていうのは。ですからそういう点では、例えば今日でもこういう出来事の中で私と皆さんと、あるいは皆さん同士の間でですね、結びつきができる、それが実際には長崎被災協の財産になり、長崎の被爆者運動の広がりを助け、そして長崎を外に向かっていく、そういう力にもなっていくんですね。ですからシンポジウムとか集会とかそういうのは非常に大事なんですね。そして、そういう点では長崎被災協
七七新法をきっかけに私は長崎被災協を通じてたくさんの被爆者、優れた人たちと会うことができたのです。で、その調査の一端をお示ししますと、第1節の2に、国際調査団のメリー・カウフマン女士、ニュルンベルク裁判の検察官ですね、その人とウベイサ・ハメドさん、スリランカの教育大臣ですね、文部大臣をお連れして渡辺千恵子さんのご自宅を訪問しました。当時渡辺さんはまだ車椅子を使っておりません。日比野正美さんは車椅子、福祉関係、福祉のための建築という、それが彼の専門職でしたので、渡辺千恵子さんに車椅子を使うことをお勧めしました。でも長崎の、あるいは諫早の作家で、お名前を伏せた方がいいかもしれませんが、この千恵子さんに車椅子を使わせるということは、それは新商社にすることだ、被爆者でなくて新商社にすることだと言って、彼は強く反対をしました。でも千恵子さん自身が車椅子を使えば、あんなに外に出て風に吹かれたい、花を見たい、人と会いたい、それができずにそのツケをお母さんに向かってぶちつけていったと、そういう千恵子さんが車椅子を使うことによって、翌年には77年の翌年には78年、ここに書いてありますけれども、ちょうど下から3分の1のところですね、翌1978年にジュネーブで開催された NGO 軍縮会議、第1回の軍縮会議出席して素晴らしいスピーチをしているんです。それは今日なお貨物茶道さんのここに書いてある長崎の証言の中にあります。前の年まで布団の上に横たわって身動きできず、お母さんに当たり散らしていたその千恵子さんが、いろんな人が、建築家の人も助言したかもしれませんけど、日比野正美君が車椅子を使うこと、それから反対もあったけども、千恵子さん自身がそれを選んで、そしてジュネーブまで行くという、そしてそれは七七進歩で、千恵子さんは国際調査団のカウフマンさん、ウエイサ・ハメドさん、スリランカの、私と日比野君と一緒に千恵子さんの家に連れて行ったんですね。そういうことがきっかけになって、その写真は、被爆者の現在というパンフレットに、写真入りで掲載しました。それが千恵子さんの内面的な力を強めて、そして、ジュネーブの国連総会に行く。そして千恵子さんは、桜井さんがその時平和文化研究所も総課題にできるんですね。ですから一つのシンポジウムは長崎に新しい平和文化研究所を生み出す発生源にもなる、そういう刺激も与えていったんですね。それから人々を結びつけている。何よりも千恵子さんをあんなにひねくれていた、そしてお母さんに当たり散らしていた千恵子さんを、そうやって海外に向かって、そしてジュネーブで発言して、本当に割れるような拍手を言って、その証言も今日読むことができます。鎌田さんが編集している本で読むことができる。そういうふうになる。そして千恵子さんが外国に行くときには、今度長崎の研究者桜井君が、私はちょっと下です、桜井秀忠君が車椅子をして、そしてまた新しい友情ができるということになります。それで千恵子さんを私たち創価大に呼んで講演をしてもらいました。1年生500人入ると大行動でするんですね。そしてマイクを使って、教師をしていても500人の会場で話をするのは簡単なことではありません。でも千恵子さんはそこでなさって、そして自分の話をどうでしたかって言って、私たちの意見を聞きたがっております。そしていろいろとっても立派な話をなさいましたね。子どもたち、
学生たちは彼女のこう様子を見て本当に厳粛に聞いてましたね。そういうことがあります。そうやってシンポジウム、会議、そういうものが研究者同士を結びつけるとともに新しい組織を作っていく。平和文化研究所は77進歩がなかったらなかった。今日できたかは分かりませんね。私が被爆者問題に関わるようになったのも77進歩のおかげです。私より遅く来た人は77進歩に参加しておりません。だからその時代、その出来事に直面するということは人間を変えていくんですね。私は77進歩に参加することによって、例えば桜井秀武君、優秀な京都大学の卒業しましたけど、それから長崎大学の船越浩一君、彼らは77進歩の経験がないんですね。だから私とは違う道筋、私はもう被爆者問題が私のライフワークですね、そういうことになります。そして広島と長崎の対比ということが1ページ目のおしまいに書いてありますけれども、広島と長崎はいろんな形で対比されます。私は長崎を列島被爆都市と呼んだことがあります。皆さん怒られるかもしれませんけれども、広島に比べると知られてない。1982年にニューヨークで SSD2SSODスペシャルセッション for nuclear disarmament 核軍縮特別総会というのは国連であります。 SSD2 と呼んだり SSOB と呼んだりしますけれども、そのそういうシンポジウムに参加する材料を私たちは77進歩で得たんですね。ですからただ会議が、国連の会議があるというだけでも、そのまま行くだけでは、それは被爆者は自分の被爆体験を語ればいい、それから被爆者運動について語る、被爆者の実情を語るということ。でも、私たちは、私自身もそうですけど、秋月先生も、たくさんの患者を秋月先生の場合見ている。そういうことから、集団としての被爆者を捉えることができる。私の場合には77進歩の被爆者調査を先ほど言った横山照子さんや、あるいはそうですね、長崎大学の大型コンピューターを使ってそのコンピューターに入力している、だからプログラマーとか数学者とかそういうものもたくさんいる。そしてそれを分析するためには、いろんな人の力を借りなければいけないということになります。私は被爆者の現在という本を編集したんですけれども、その被爆者の現在の中に被爆と関係があるないというそういう項目があります。でそれは例えば屋外にいたは原爆被害の被爆者意識と関係があるかどうか、それは分かりますね。当然屋外にいた人の方が影響が大きいと、直射線にさらされるような日陰になった方がいい、でそういうことがありますけれども、それから、被爆距離がその人の意識に関係があるない、そういうこともあります。でそういう形で、解事情検定というのをします。これとこれは関係ないという、ことは 5% の棄却域に入るか入らないかというそういう検定ですね。それは一つのテーマについて30分ぐらい、有能な数学者にも30分ぐらいかかるんじゃないかと。私はその解き方をもう40項目ぐらいありますから、もう全て数学者にしてもらうわけにいきません。で私はやり方を教えてもらって計算したことがあります。計算をですね、ある時長崎最強で打ち合わせがあって、そのまま居残ってその解除条件定をやっておりました。
一つを解くのに私の場合にも1時間ぐらいかかって、でそれをやってる時もう11時半からそれぐらいもう真夜中までいたんです。電気をつけて、そしたらそこに誰が入ってきたと思いますか。山口誠二さん、ニコニコしながらですね、山口誠二さん入ってきて、そして高橋先生まだやってるんですかと、そんなことがありました。でそういうことで、それがあの誠二さんが私を信頼してくれるきっかけになったんだろうと思います。1ページの下段に広島と長崎の対比ということが書いてありますけれども、ちょっとこれも触れておきましょう。世界の雑誌世界、あの岩波書店の世界の編集者が、広島と長崎、広島を経由して長崎に来て、いろんな方にインタビューをしました。でその中でその編集者がつぶやいた言葉があります。広島は被爆者と研究者がバラバラだ、研究者同士もバラバラだ、でも長崎はまとまりがある。一人の研究者にインタビューをすると、その人が次にあの方にお会いなさい、いろんな方を紹介してくれる。長崎は研究者同士のまとまりがあるし、個人的なつながりもある。そういうことを、こっちから質問しないのにそういうことをつぶやきました。それは長崎はこの77進歩があった後、広島もそうですけど、広島第一会場、東京が第一会場、第二会場が広島長崎ですね。長崎は第三会場。それでそういう中でですね、長崎の場合には原爆問題研究普及協議会、原爆問題研究普及協議会、ここに下から6行目ぐらいに書いてあるの、それを作りました。それで77進歩で解決されなかった問題、取り残された問題を秋月達一郎先生という中心になる人材があったという、中心になる人が長崎にもいたんですね。長崎にも森滝一郎さんとか、あるいは、その他にもですね、平和教育では長崎をむしろリードしていた、そういう方々がおられましたけれども、被爆者問題研究の組織はできませんでした。それが長崎の場合には、長崎原爆問題研究普及協議会、原普協というのができて、被爆者と研究者の連絡ができる。そしてやっぱり一番大事なことは、長崎被災協が活発に活動した。そして長崎被災協は日本の被爆者を代表する人々を輩出したんですね。山口千里、谷口住輝、山口美代子、あるいは、渡辺千恵子、名前が自分の名前が落ちてるぞと言われる方もここにたくさんいらっしゃると思いますけど、そういうそうそうたる被爆者がいて、そして被爆者と研究者の結びつきが非常に強かった。それを岩波の編集者はくしくも言ってくださった。その場合それは女性の研究、女性の編集者でしたけどね、あの率直に言われたと思います。そして長崎では原府協がいろんなパンフレットを、問題を解決するための研究をして、そしてそれを出版していきました。その中の何冊か持ってきました。 SSD 123長崎からの歌、これは日本語版です。これは鴨田先生がと武井先生ですね、旧大の武井先生が中心になって、リポートフロム長崎、英文版の、冊子と言いますかね、ですけれども片表紙です閉じると立派な 本ですね。それからここに持ってきたのはアピールズフロム長崎、これを私が編集しました。でも編集は遅れてですね、マニュスクリプトでルフしたのはですね、1980年代の半ばぐらいからでしたので、ここには
1985年からマニュスクリプトで露呈したと思います。ピーター・タウンゼントさん、最近映画がありましたね、悪石達一、ごめんなさい、背中の赤い背中の谷口スミテルさんを取材して、ローマの休日のあの王女をローマ市内を見学するというね、大変有名なオードリー・ヘップバーンの大人気がありましたけども、あの 原作というかシナリオはそこからヒントを得たというふうに、ね、言われています。それでこの、ピーター・タウンゼントさんはあのこの夏にも映画があの公開されましたね。で、私も秋月先生をピーター・タウンゼントさんを訪ねて、秋月先生は私に通訳を兼ねて食事会をしようということでですね、それで私もその席につながりました。あのピーター・タウンゼントさんは大変なイギリス空軍のエースで、ドイツの戦闘機を撃ち落とす名人だったということで大変有名な人で、マーガレット王女との、恋愛秘伝でね有名な方ですね。大変美しい方で、彼の、ポストマン・オブ・長崎、長崎の郵便配達という配達夫、谷口スミテル物語はですね、あの、ピーター・タウンゼントさん の非常に美しい、物語だと思います。映画になったのをご覧になったかもしれません。今年の夏には娘さんが来られましたね。さて、少し先に行かなければいけません。それで私はあのこの77進歩はいろんな機会にあの報告をしたんです。国内をもとに外国にも行って報告しました。その一つは82年に77進歩が77ですから5年後ですね、1982年の夏に6月7月かけて77進歩、SSD2 あるいは SSOD2 という、大きなシンポジウムがありました。第1回は78年、先ほどあの千恵子さんが参加したジュネーブでありました。第2回がニューヨークであります。そこに秋月先生ご夫妻、その他日本被団協が代表団を派遣して、私もその中に入れていただきました。そして私は第2回のその一員として、ニューヨークで社会科学者と核戦争集会で私は報告をいたしました。ちょっとエピソードなんかも添えておりますけれども、それで長崎の被爆者調査を私報告したいということで、ただもう私たちは急遽行きましたので、秋月先生も私も他の方々もいつどんな報告ができるかはもう現地に行かなければ分からない。で、現地にコーディネーターがいてくださって、そのコーディネーターにその紹介状を、佐藤行通さんというお坊様ですね、あの内輪太鼓の お坊様ではなく佐藤行通先生があのいろいろ紹介状を書いてくるんです。で、私は社会科学者と核戦争集会で発表をする用意があるということをお伝えしたら、あのそれはあのハワード・グルーバーという司会者にあの連絡をしなさいという、そういうことがありまして、それで77進歩のそれがずっと人間的なつながりを持って77進歩の結果をニューヨークで報告するということができたんですね。それで秋月先生もできました。6月4日に日本を出発して、6月同じ日にあの前の日に着くんですね、ニューヨークを。でそれで6月4日に日本を出発するように向こうの現地の6月4日に報告をしてるんですね。それはそのパンフレットはあの今日も、見ることができる。長崎からの隊、SSD123 と書いてある。これはあの私があの3回の国連軍縮特別総会の日本人の発表をですね、取りまとめました。あの
英文も実際この元父教のパンフレットとしてですね出ております。それでエピソードを話している時間は、なくなるかもしれませんけど、エピソードばっかりになっている気がします。そうですね、ここに秋月先生のコメントもある。出来事があります。それは国連総会の場で山口先生が発表することになっている。そうすると同じ代表員の伊藤壮さん、伊藤武さんがやっぱり嫉妬は女性だけのものではありませんね、そういう晴れ舞台で報告するとなると、これはやっぱり難しい問題だよね、心理的な問題だ。で、そのそういうなんていうの、二人の確執で先生さんも自分の報告にもう夢中になっていると。それを同じ代表員で山梨大学の教授の伊藤武さんですね、こう嫉妬をするで、何かとこう当たったって言ったっけ。でそれを私も同室でしましたが、先生さんと同室しましたから、それを眺めていた。それから被団協で田中照美さん事務局長として苦労人ですね、彼がそこを取り持つなんですね。そういうこうやっぱり被団協でもいろんな人間関係が普通の社会と同じです。でそういう中で苦労して千住さんは立派なその代表としての責任を果たされたということになります。千住さんと同室しましたけど、彼は本当に天衣無縫で、もう部屋の中ではもう何にも糸一本身につけないで、そうやって部屋の中を歩き回るんですね。本当に天衣無縫の人でした。で、そういうことがあって、千住さんは私に、こういう余談ですけども、茂木に二見茶屋という有名な茶屋がありますね。そこで白魚の踊り食いというのが、それは皆さんご存知かもしれませんけど、大きな鉢に白魚を泳ぐ白魚。福岡の室見川でも季節になると小屋を建てて白魚の踊り食いというのがあります。それをごちそうになったりしたこともあります。非常に人情味のある方でしたね、山口先生も。それでそういうこともあって、被団協の中でもやっぱりそういう、 こう非常に重要な脚光を浴びる、スポットライトを浴びる、そういうものについてはやはりせめぎ合いがある。そしてそれを選ぶのはやっぱり被爆者団体なんですね。一人一人の支持を得られるかどうか。千住さんは圧倒的にこう被爆者一人一人に対する情愛というのは深かったですね。それから関心も強かった。それから勇気がありました。そういう本当にそばで見てても素晴らしい人でした。ちょっとだらしないところもあったかもしれませんね。千住さんはある時、私は被災協に行ったら、今日はラブホテルに行ったっていうようなことをですね、もうみんなの前で正々堂々と言って、そういうところは彼らしい一面があるかもしれません。それで千住さんはそういうふうにして立派にお仕事をなさいました。ちょっと時間が迫ってますので、少しスピードを上げます。私は社会科学者と核戦争という集会で報告をしました。長崎の被爆者調査の報告です。ここに元父教のパンフレットを、持ってきておりますけれども、アピールズフォーム長崎、長崎からの訴え、こういう 中身をですね、私ニューヨークで報告をしました。31枚のスライドを使って32分間の報告をした。1枚のスライドが1分しかない。後で終わってアメリカ人にどうでしたって言って、分かりましたかって言うと、
うん、あなたの言うこと分かったけどスライドの交換があまりにも多すぎたって言ってましたね。それでまあ反省もしましたけども、それでその時にはリフトン先生と一緒に登壇しました。集会は400名の大集会でした。それで朝の一番何もないところ行って、そして報告する用意があると言って告げました。そうしましたら、時間を取ってくださるということで、その司会者にお会いなさいということで、それで司会者に会いました。ここに書いてあります。そういうことで報告をすることができました。それはでも白氷を踏むような、そういうもう本当に一瞬遅れたらもう報告ができないと言われるような、そういう中での報告をすることができたのであります。それで少し進んでいきますけれども、もう一つ重要な、歴史的な出来事があります。それは日本被団協が1985年に1985年に原爆被爆者調査というのを、いたしました。でこの調査は、厚生省の調査とかそういうものとは比べ物にならない、被爆者の身体的な障害だけでなくて被爆者の心の傷、という、そういうものに踏み込んだ最も重要な、日本の被爆者調査の中で最も重要な調査です。1985年ですね、3ページ目の真ん中、日本被団協は被爆40周年の1985年、戦後最大の1万3000人を対象とする原爆被爆者調査を実施した。被爆者が受けた心の傷に踏み込んだ詳細な調査表は一橋大学社会調査室の石田忠名誉教授、浜谷正治教授、浜谷さんと栗原義江助手らが中心となって、被団協では岩佐美希蔵さんを中心とする被爆者グループも検討に加わって調査票を作りました。私も浜谷さんから調査票原本を送ってきて、高須さん意見があったら言ってください。私が付け加えたのは一箇所だけですね。原爆被害のことを、その当時悔やんだとか苦しんだとか、そういうの当時あるいは今っていう、その2つの選択しかなかったから、それを当時も今もというもう一つの選択肢を入れる、それぐらい完成して、私が言うことはほとんどもう全くない、それぐらいよく練られた調査票でした。その結果は驚くべき被爆者調査ですね。85年のこの調査票は、ここのとこですね、調査結果はタイプ印刷 B5 版というと少し大きめですね、 B5 版2つ重ねると B4 版ですからね、お習字の、紙のように大きくなります。お習字の紙の2つ折り大きな、B5 版の横書きで順次発刊されました。厚生省の被爆者調査をに対抗する戦後最大の衝撃的な証言集と、長崎市内でも読んでる人がいて、もう自分はもう読めない、怖くて読めない、それからもう涙が止まらなかったという、そういう人もいます。ここに被爆者の方がおられますから記憶がありますね。
私は戦後最大の衝撃的な証言集になったと書きました。これは私の言葉です。日本被団協原爆被爆者調査資料集全4冊、あの日の証言2冊、被爆者の死2冊、全4冊ですね、88年、89年の、それは一つ一つ、今思い返してももう本当に心臓がドキドキするぐらい恐ろしさと、もう本当に涙なしには読めない、そういう、それが順番に栗原芳恵さんから私の自宅に届きます。長崎の皆さんのところにも届いたでしょう。それを読みながら原爆被爆というものをはっきりと私たちはそれがどのように凄まじい人間性に反するものなのかということをこの調査が初めて教えてくれました。厚生省調査には全くありません。そしてそれは日本被団協編広島長崎死と生の証言縦書き2番組で595ページ、600ページ近い2段組ですね。だからもうその本当に大変な分量です。でも単行本になったのでなくてタイプ印刷で生々しくその証言を読む、その体験はやっぱり私も体験者ですね。それはあれは B ご飯のあれを探し出してぜひ読んでいただきたいというふうに思っています。そして私、3ページの下段ですね。私は栗原芳恵氏から順次送られてきたタイプ印刷全4冊を逐次読了して並々ならぬ感銘を受けて、もう先が読めないぐらい心が締め付けられる、涙が止まらない、そういうものでした。そして私は長崎にあって哲学する各時代の死と生、この本ですね、大変きれいな本で取ってありますけど、この本の中に書き込みました。でこの本を私は大学の創価大、それから長崎大学教育学部にも所属しましたので、テキストで社会学と哲学のテキストとして使いました。その学生たちの感想文が、後ろの方にいくつか載っております。6ページですね、6ページ、3つ読書感想文、上2つは学生のそれです。3年生の長崎大学の教育学部クロスカルチャーコースの3年の学生です。6ページ目の上の方、両括弧1ですね、先生にぜひ声を出して読んでみてくださいと勧められて実践してみました。これテクストとして、ね、使いました。しかし何度も思わず声を詰まらせてしまうシーンがありました。先生が最後の方で論じていらっしゃった南京大屠殺やアウシュビッツ強制収容所の描写は凄まじいものでした。しかし何と言っても本全体を通して聞こえてくる被爆者たちの声を読む時が一番苦しかったです。中略します。今まで多くの先輩たちが長崎にあって哲学するの本を持って卒業されたみたいに、僕もこの本を持って長崎大学を育つつもり、この本を持って長崎大学を育つ。大抵教科書は学生持っていきません。古本屋に出しても全然値段がつきません。だけどこの学生は先輩たちがそうしたように自分も長崎にあって哲学生の本を持って育つつもりですと言っている。非常にレアというか殊勝な学生ではないでしょうか。もう一つ読みます。括弧2ですね。長崎にあって哲学する全編丸ごと読みました。普通のテキストは全編丸ごと読むということはありません。原爆は人を無差別に殺害するだけでなく、亡くなった人に苦しみを与え、さらに生き残った人にさえ死ぬほどの辛い苦しみを与えている。核を持ち自国を守る国もあるが、核の本当の恐ろしさ、目には見えない心の苦しみや病気など、原爆を長崎から学び、
核戦争や核実験が絶対に行われないよう長崎がアピールしていくことの大切さ、原爆体験を伝えていくことの重要さを感じた。私は先生の本を読み終えるのにとても時間がかかってしまいました。興味深く、そして何度も何度も同じページ、同じ文章を読み直し、重い気持ちにもなりました。一冊の本に何百冊もの内容がぎゅっと詰まっているような、とても興味深く、多くのことを学ぶことのできた本でした。こういうふうに3年生の女子学生は書いております。最後の3番目は皆さんもご存知の方がいらっしゃるでしょうか。あ、ごめんなさい。4番目ですね。7ページ。ここは長崎大学の名誉教授になられた岩松重俊先生。この夏に、編集された、長崎の証言2022年には岩松先生の文章が載ります。 Bulletin of the Atomic Scientists というアメリカの核科学者評論、原子科学者評論に投稿した英語のもので、まだこれは日本語に訳されていなかったのを私の妻の高橋康子が訳しました。それが今度も発売される、証言集に岩松先生の英文の論文が出ます。岩松先生はこう書いています。前略、時効の挨拶その他、大変お心のこもった、これは長崎にあった哲学するの俗の方ですね。俗、長崎にあって哲学する原爆史から平和責任へという、この赤と緑の表紙です。前略、大変お心のこもったきめ細やかで誠実な音調に感動しました。岩松先生はそういうふうに言ってくださった。しかも規模雄大で思索深遠、人類的な真の哲学を謙虚に追求されるお姿に畏敬の念を深くするのみです。残念ながら今は思想を交えている時間はありませんが、先生も原水研の理事長なんかも務めておられましたので非常に忙しかった。今は思想を交えている時間はありませんが、今後折に触れて新しい長崎と人類の歴史と平和な生命について多くの皆さんと共に語り合う時を持ちましょう。どうぞご健康に留意されつつ、歴史的なご活動に励まされるよう念願いたします。被爆者で私の先輩ですけども、山先生がこんなふうに言ってくださってるんですね。それで、次の最後のページ8ページを見ていただきましょう。ここに図表が2つ載っております。この8ページには2つの円形グラフと書いてあります。円形グラフというのはご覧になる通りです。2つの円形グラフでも、これは私たちの長崎原府教の77進歩における被爆者調査、804人の調査票、文字で書かれたものたくさんあるんです。ですから調査票はこんなに厚くて大きな西洋紙ですね。それを読んで、そしてまとめました。被爆者の現在にはそれが書かれてありますけど、一つだけエピソードですけども、代表的なものを最初の2ページか4ページに被爆者の現在の最初を見ると書いてあるんですけども、そこに載っている人たちの男女別が書いてあるんですね。ところが男と女を全く考慮しないで私が選び出した6編の被爆体験が載っている。それは全て女性だったんですね。男女の区別を全くしないで心を打つもの、重要な証言というのを選び出した全て女性だった。何にも意図してないね。そういう点ではこういう問題については女性の持つ記憶力とか、あるいは表現力、そういうものが
男性はしないでってこれだけで言うことはできないかもしれないけど、率直に私は驚きました。そこに選ばれた9編の証言が全て女性でした。女性を選んだんでないんです。でもそうなって結果としてそうな、それは驚くべきことだと私は思った。それでその言葉でなくて図表にしたのがこの2つの図表です。これは飛田先生が2つの円形グラフは報告できましたか、私が社会科学者と核戦争400人の集会、ニューヨーク市立大学の大講堂ですね、400人ぎっしり詰まっている、日本人の人は2階に座っておりました。その中には伊藤壮さんもいたし、あるいはあの著名な被爆者問題研究者、そういう人もおられました。でその中で私報告しました、31枚のスライドを用いて32分の報告をしたと言いますけど、与えられた時間は30分でした。で私が用意したのは20分20分の報告でした。それをフランクリン教授は、司会者は30分にまとめなさいと。それで朝からですね、昼飯抜きで図書館に行って、エリザベス・ゴスという、若い大学院生が図書館の職員として臨時ですけども働いてた。それで図書館でやってたけども集中できないから少し狭い部屋を教えてほしい、与えてほしいと言いました。自分の研究室を開放して私に使わせてください。それで夕刻までにその20分20分のそれを31枚選んで32分の講演にまとめることができた。まあ、2分超過しましたけれども、あんまり渋い感はされませんでした。実証的なことですからね。ただ私としてはあそこに山口千里、谷口俊輝さんのあの赤い背中、 Bright Red Back って言うんですね。ただ赤いんじゃない、真っ赤な Bright Red Back、それを写真で示したら、長崎の被爆者は日本の代表する、日本を代表する被爆者ですね。そういう人の写真も31枚スライドを示すんだったらいくつか省いてせめて5枚ぐらい、例えば山口千里さんの食卓を、娘さん2人と食卓を囲んでる写真が写真集長崎の証言に出てますね。あれを示して、これは山口千里の食卓の姿で、でも一呼吸を置いて私はこう付け込む。ここに2人の娘さんがいますけれども、これは山口千里の実の娘ではないのです。山口千里さんは正面から光を、原爆を浴びたために、放射線を浴びたために、俺は子種を絶やされたって言って、こうやって子種を絶やされた、こういう。それで彼は二人の姉妹を養子としてもらって、そしてそれを育てたんですね。そしてその養子として育った人たちは大きくなって、千里さんを本当に父親として追悼するね、素晴らしい家族関係で。でも千里さんにはそういう悲しみもあったわけですね。千里さんを正面から受けて、自分があれほどの火傷をするだけじゃない、コーヒーカップから水飲むと、ね、コーヒーが垂れてしまう。それでそこ、白目教授に何回も何回も9回手術をしてもらったと言ったんでしょう。いろんなところを直さなきゃいけない。そういう苦しみがある。だから先ほど言った、今日はあのラブホテルに行ったというのは彼の一つの喜びの声、回復した証言として捉えるべきかもしれません。それで私は飛田俊太郎先生が、私の調査の、被爆者調査のこれがエキスなんですね。結論であるしエキスである。そしてそれは私の、編集したアピールズフロムなんです。英語版にも出ていますし、長崎からの訴えにも出ている、そういうものです。それで
ここにあるグラフ、伊藤壮さんも伊藤武さんもグラフを書きますけど、彼は自分の体験なんですね。それで被爆者組織をして、そこから彼は図表を作りますけど、私のはここに出てる言葉をみんな被爆者調査の中から私がそれを概念化したものなんですね。だから実証的なんです。そして図表を作っています。伊藤壮さんは私の先輩ですので、決してこのけなし点ではありません。彼は彼で歴史的な一つの段階を刻みました。でも私は被災教とつながり、77進歩につながって被爆者調査をして、こういう二つの図表をまとめることができました。ここに原爆被害の所要因関連図と、原爆被害と被爆者の訴え、二つの図表があります。ここに二つの円形グラフとして、一番上ですね、二行目、飛田俊太郎先生の命名、二つの円形グラフを高橋さんは報告できましたか。飛田先生はこのグラフをとても大切だと見てくださったんで、でその一つは被爆者が受けた被害がどういうふうに関連しているかということを周りにこう書いてある。そしてそのそれぞれのそれを命、左下から命、体、働き、暮らし、心、5つの分野に区分してるんですね。そしてそれを真ん中を見ますと、病気と貧困の悪循環が労働不能という、働くことができないということを媒介に、病気がひどくなれば働けなくなる、働けなれば貧困になる、貧困がまた病気をさらに悪化させるというね、そういうことを示したり、そしてその下に死と不安と苦悩、精神的な苦悩、不安、そして死というものは、この上3つの円環が被爆者を死と不安と苦悩の中に閉じ込めていく、落としめていくという、そういう図表なんですね。これを飛田俊太郎先生、被爆者相談事業中央相談所の所長をしていた飛田俊太郎先生が非常に高く買い、そして評価してくれた図表です。これは実証に基づいてますから、嘘偽りがありません。そして被爆者の訴えはどういうふうになっているか、それを図の2が示しています。被爆者のさまざまな訴えが真ん中に書いてあって、それは被爆者援護法を制定することによって実現される。でも被爆者の、取り込まれた労働苦悩、貧困、不安と苦悩、死、そして病気、病気と死、そういうものは被爆者援護法が図の2ですね、できなければならない。それと同時にその外側ですね、この黒い中黒の演習を取り囲んでいる外側には核兵器廃絶と世界平和の実現という、平和が、世界平和が実現し核兵器の廃絶が実現して初めて被爆者を閉じ込めている、この黒い円環が取り払われるという、そういう、これは実証に基づいて800余枚の記述をですね、記述を読んでここまでするというのは、それは本当に時間がかかります。たくさんの調査員の名前が被爆者の現在というパンフレットには載っております。被災協でも横山さんに尋ねたら見せてくださるだろうと思います。冊子は薄いですけども、それはとても大切ですね。飛田先生があの2つの図表は報告できましたかというぐらい大事なものであったということを申し添えておきたいと思います。ちょっと時間が来ましたので、だいたいいろんなことを話しているうちに、その第2節のところも、話して、いると思います。結びのところ、5ページの結びですね、
3つの出会い、時代との出会い、人との出会い、主題との出会い。ちょっとここ読んでみます。私は1973年に長崎に赴任して以来、今年2022年で長崎在住半世紀、ちょうど50年の節目を迎えた。その間、七七の進歩の開催、1988年被爆者調査の証言集、先ほど言いましたすごい衝撃的な言葉が次々に出てきて、もう私ももう学生が涙を流したというの、私も本当に胸を締め付けられる思い、今日はここまでというね、そういうふうに思ったところがあります。七七の進歩の開催、1988年原爆被爆者調査の証言集の発刊という類まれな時代に遭遇して、被災協、長崎原爆被災者協議会および長崎の被爆者と出会い、原爆投下の歴史的事実と原爆を生き延びた被爆者のその後の生と死の深刻な諸問題に遭遇して、その類まれな被爆体験を聞き、読み、対話して、自ら長崎にあって哲学する生族館の三部作、北樹出版、1994年、2004年、10年刻みですね、ほぼ10年、2015年を上梓することができた。これは生、族がちょっとかけて巻ですね、3冊全部であります。そういう3冊、1000ページ、冒頭で言いました、1023ページという壮大な文章になりました。でもそれは被爆者に教えてもらったことなのです。そして被爆者の証言が私を動かしたということになります。謝辞だけを読んでおきたいと思います。北斗七星の3ページの、あ、ごめんなさい、5ページの終わりです。以上、長崎にあって哲学する知的営みを、知的情緒的営みを論じてきたが、私が北斗七星になら、なぞらえる四天王と三人の姿を呼ぶ人々に心からの感謝を捧げたい。これらのうちの誰一人が欠けても今日の私の仕事はありえなかったという思いが強いのです。四天王とは石田忠教授、秋月達一郎医師、岡正春牧師、ルーテル教会ですね、岡正春牧師もうお亡くなりになりました。私の長崎にあって哲学するの第一巻が出た、それを送り届けるのが先生が亡くなった翌日だった。それを非常に残念に思っているんですけど、岡先生は私を何度も講演に呼んでくださいました。岡先生も私の長崎にあって哲学するを評価し育ててくれた先生、そして飛田俊太郎先生、飛田先生は九州地区の被爆者問題、被爆者相談事業講習会の講師に指宿で、それから青島で、それから長崎で、もう全国集会の時に私を講師に立てて、私を引き立ててくださいました。その四方である、他方三人娘とはもう娘でない方が入っていますが、伊藤直子、日本被団協事務職員、後に結婚されました、栗原義恵、一橋大学社会学部、石田忠研究室助手、後被団協職員を経て事務室通信被爆者編集学校に、そして3、白石照子、現横山瀬、横山照子さんですね、長崎被災協相談員のお三方である。そして最後にですね、そこに書いておりませんでしょうか、オリバーストーン監督、プロトーンの監督ですね、習って内助の功に感謝するという、私の場合は内助の子、妻高橋康子に感謝するという言葉を添えたいと思います。長くなってごめんなさい、ちょっと15分ぐらいね、残さなければいけなかったんですけども、これでなんとか早足で話をしましたけども、これで私の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。